てトロールコース以外のコースをやっていきますか。今日もですね、面白そうなコースをめちゃくちゃダウンロードしてるんで、それを紹介していきたいと思います。で、まず最初のコース、マギクッパサンクチュアリーって書いてるんですけど、おそらくこのコース USA キノコを取ってどんどん敵を乗り継いでいくコースだと思うんですよ。まあまず最初にね、 USA キノコが取れるのか、いや待って、おっとすか、あ待って、そこにやられちゃったじゃあもう右押しっぱで行こうか。右押しっぱでこの USD キノコを取って、まず最初にこのパンブロックだね。そしてこのカレックン取っていやほんと結構難しいんだって、乗り継いでいくの。皆さん見ててください、もうボンミスを犯さないと思います。ここでパンブロックを叩いてちゃんとカレックン乗ろう。そんでこのリフトかで、上のパンブロックを叩いてキラーに乗ってボギー、助けて僕で、ここでスーパージャンプ、めっちゃ難しくない？今のあのチョロプーに乗った後が難しいんだよね。ここでタルジャンプしないでよかったのか。なるほど、でここでスーパージャンプでここで乗っていけと、そういう感じだね。なるほど、これで中間ポイント。何やってんの、こういう感じのコースでさ、 USA マリオじゃないで敵を踏んでて進むっていうコースがよくあると思うんですよ。そっちの方が意外と簡単だったりするんだよね。なんでって言ったらさ、この USA マリオ敵がねよく動いてると思うんだけど、それでさ、ちょっと待ってね、ここしゃあんましゃべんないんで、ここでジャンプここ超えれば絶対に中間ポイントがあると思うんだよね。こっからジャンプでしょ。よしよし、来ました、絶対これ中間だよ、右の。なるほど、そっちに出るのか。じゃあこのまま行った、よしよし、これ投げるみたいな感じかな。そして右に行く、うますぎでビヨーン、よくわかったね、ここはわかんないよ。このまま行きましょう、大丈夫、イカ乗せて、よしか、おまえの、これは絶対違うパターンでしょ。大丈夫、うわ、 USA キノコじゃねえとダメのか。あ、抜いて、マリオ抜いてどうにかして倒す方法があるのかな。このイカ、あ、わかった、このイカを持ってこの花に投げつける、そしてこの雲を抜くと完璧。さあ進んでいきましょう、よしよし、もう調子乗ってるからね、よし、危ない、なんでさっきさ、隠しブロックがあったじゃん、その隠しブロックを出しておいてトゲコンボを防げ、多分そういう感じだね。さあこのまま右進もうで、 B スイッチでパウパウパウよしナイス、うますぎで、このまま雲を抜いて、やべ、火が来る前にこの土管に入るの、ちょっと上いや、あのさ、自分で言うのもあれだけど、このコースむずくねさあパウを3連続したところで、ここで雲を抜いて、さっきさ、ここで焦ってやられたよね。ここゆっくり行けば大丈夫だから、よしよしよし、さあ次のチェックポイント、次で最後でしょう。さあここはどんな感じだから、もう遅い感じですか、あなんでまた1匹いんのよ、あだパックンが2匹いるとか、これはもうトロールコースですねいや2匹いんじゃねえか、よく見たら。じゃあここで骨に乗って上のブランコに捕まって、次どうすればいいんだろう。このまま右に行こうか、うわなんかここボム兵投げないといけないんじゃないの、いや絶対そうだね、なんか投げるマークあるもんね。もう分かった、ここでボム兵を持って右にジャンプして、ここで投げる、これが正解当たってしまったけど、ここでナイスナイス悪あがき、こっからどうにしよう、どうしようか、 B を踏んで右にジャンプよしよし、だから雲が邪魔なんだってちょっと落ち着こう、落ち着いたらね結構余裕なんだよね。いつも騒がし系やってるでしょ、静かになったらねピヨキンってうめえじゃんみたいな、そういうところもね皆さんに見てもらおうかなと思います。でここで一旦ビーチャンしておいて、ここのメカクッパを抜いてここで投げるみたいな感じでしょ、そしてこのメカクッパ乗る、うまいこんなもんですよ、そして左に乗ってパンを叩く、叩けなかった、そろそろもうゴールが近いんじゃないかな、でなんかそんな予感した、いや当たってしまった、また当たってしまったよ、右よし、これでゴールできるでしょ、よしよし頼む、そこにある USD キノコをちょうだい、お願いしますくっそ、最後の最後に大ジャンプがいるってか、ここで当たったらいけない、そう、このつららにさえ当たらなかったらもうゴールできる、よっしゃよし、ここで大ジャンプをかまして、いや50コイン取っておこうか、せっかくだから、でここで大ジャンプをかまして一気アップ、よっしゃどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、自分を見失うな、
もうサムネを見る限り恐ろしいですね。バネに翻弄される自分の姿しか見えません。クリア率は 1.06%。 それじゃあ早速やっていきますか。クリア率 1.06% って言ったら最初にしたやつより難しいよね。 P スイッチを1回押してからゴールか。さっきのサムネの場所にさ P スイッチがあったじゃん。多分あの P スイッチを押してゴールなんだろうけど、あの P スイッチを押せってこと？いやそれ難しくないですか？どこいるの自分が。いやマジで見えてる。うわこれは厳しいぞ。しかもこれ20秒以内でしょ。あ押せた押せた。いやこれ一発できた。やった来たんじゃないこれ。よしよし P スイッチ、あ残りあと1秒しかない。もうダッシュでいくね。これむずいね。画面を見てるみんなの方がもっと見にくいよね絶対に。とりあえず左に行った。バネ左にいるから、バネじゃねえ P スイッチだ。なんでやられるの。なるほどバネにやられる仕様もあるってか。面白いじゃねえか。っていうかこれもう人間じゃねえか。よし来た来た。とりあえず入って、よし残り13秒もあるよ。これはもしかしたらベストタイム取れるんじゃないかな。ゆっくり行こうか。これ絶対ゴールできるから頼む。やった。でゴールしました。これはベストタイム取ったんじゃないかな。来ましたベストタイム、ありがとうございます。はいそれじゃあ次のコースはこのコース。1-1バッドイッツクローズサムって書いてるんですけど、このコース 1-1 なのに地面がないんですよ。そして大量のブランコが設置されてるっていうことは、ゴール条件に1回地面から離れたら着地しないでゴールっていう条件がついてくると思います。なんて簡単に言うとね、あのブランコを乗り継いでゴールしろっていうことだね。このコースめちゃくちゃ楽しみにしてたんだよね。さあやっていきますか。もうほんと形は1-1そのままだね。これ難しいのかな。クリア率は 0.88% って結構難しいよね。まずあそこに渡るのがむずっけ。まあ時間はたっぷりあるからね、落ち着いていこうか。まずこのクリボを倒して、このクリボのブランコに乗ります。そして右に進めと、そういう感じだね。でこの勢いがね、どっかで大事になってくる時が絶対来ると思うんだよね。あんまり落ち着きすぎたらいけないみたいな。絶対来るよそんな時。多分ここだね。ここで勢いついて右、よしよし。あ危ない。それじゃあここは一旦ブランコに捕まって、もう一回見して、この勢いで上捕まる。完璧来た。さあ次は右下のブランコに捕まればいいのか。うわ次むずけんぞ。あのノコノコに乗ってまたブランコ捕まれっていう感じでしょ。このタイミング惜しい。うまい。なかなかいいんじゃないかな。次は右のブランコ、よしここ楽しいな。えもうすぐゴール、もうすぐゴールですかねこれ。いやまだゴールじゃねえか。これまだ中間ポイントぐらいでしょ。中間ポイント、中間ポイントじゃねえ、食べ過ぎた。中間地点ぐらいでしょ。じゃあちょんちょん、よし危ねえ。一旦休憩していい？いや休憩など許されません。もうすぐゴールがあるからね。ほっ、よし来た。ここで、いやちょっと待って、これあの真ん中のブランコに乗ったら着地してしまうんじゃないの。だからここ勢いが多分いると思うんだよね。ちょっと見てて、集中していい？うわぁくっそ。多分ね、あんな感じで勢いつけていかなきゃゴールできないと思う。いやこのコースをやってるとさ、あのめっちゃ体が曲がっちゃうんだよね。マリカーとかやってて右に曲がろうとしたらさ、右にめっちゃ体傾く人いるじゃん。あんな感じになっちゃうんだよね。いやマリカーはならないよ僕。でもこのコースするとね、マジでなっちゃうんだよね。さあこっからだよね。こっからとりあえずクリボーの場所まで行ってみる。ここよね。パッパッパッと行かなきゃいけないね。リズムよく行ってみます。パッパッパッ、やったどうもありがとうございました。はいそれじゃあ次のコースはこのコース。 1-3 マンチャーメテオリティスみたいな感じのコースなんですけど、サムネを見てわかるね。上からどんどんね、でかいブラパが降ってくるから逃げ切れっていうコースだと思うんですよ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.47%。 一応タイムアタックって書いてたからスピードランの類になるのかなこれって。それじゃあどんな感じなんでしょうか。右に速攻逃げていくね。あ、ブラパは遅いんだね、落ちてくるの。っていうことは時間に余裕があるっていう感じなんじゃないかな。でここでカロを踏んで、オールを踏んで、もう一回このカロを踏んで右と、なかなかうまいんじゃないこれ。これワンチャン一発成功ありえるくらい。ほらほら、あ
リエル、これは、はにゃでね、このコース最速が26秒だったんだよね。なんでチェックポイントはないと思います。ただその代わりコースは短めたと思うんですけどね。さあここでさっきやられたね、綺麗に回避していくよ。よしよしよし、このままダッシュしていこう。それはわかるかここわからんよね。一旦靴を踏んでジャンプして逃げろっていう感じか。そしてカロン乗って乗ってドカンよしもうゴールなんじゃないの。絶対これ抜けたらゴールだろ。頼むゴール。あっ、出て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 、よしどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ドントルックバックチャレンジ、後ろを向くなというコースですね。前しか向いてはいけない、とてもプラス思考なコース名ですね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.13%。 まず最初に後ろ向いたらどうなるか見ていいかな。後ろ向きます。あれ、後ろ向いていいのこのコース。コース名にさ、なんかドントバックチャレンジだったって後ろ向くなみたいな感じで書いてたからさ、これ後ろ向いていいんじゃないの。ちょっと向いてみるね。あれコース名詐欺かな。これ何、一気アップか。こっちは、うわ、キノコ、あ、キノコじゃねえ、テレサだね。後ろ向いたらダメって、こっから開始的な感じかな。あ、なんかそうっぽいよ。これ後ろ向いたら下恋になるやつでしょ絶対。どうしよう、後ろ向いてみます。いや、よかったよかった、コース名詐欺じゃなかったね。こっから後ろを向くなっていうことか。じゃあこのままどうしよう、どっち、どこに行けばいいのかなこれ。いや、向いてないやんかここどうすればいいんだろう。素直にオフ叩いてみようか。何もしない、オフ叩きます。これで次に進める的な感じかな。あ、なるほど、そういう感じなんだよ。そんじゃあここまず初めにね、オンオフをして右に進む。これは分かったんだけど、このコースってさ、ゆっくり行けば結構簡単にクリアできるんじゃないかな。いやでも左見て、ゼルサが襲ってきてる。っていうか、タラタラ行ったらやられるしようか、ここは。じゃあ、急いで行きたいと思います。早くして、ゼルサ、どっか行ってよやべ、マジで追いかけてきてくる。ここでジャンプ、うん、大丈夫だよ。うん、よしで、ここで、右で、このガリガリ抜けよ。来ました。いや、あのロケット邪魔だな。ここでどういう風にこのテレサをかわしていけばいいんだろう。からジャンプジャンプ、よしよしよし、でやべやべ、テレサが来てる、邪魔くせえ、このテレサ、地面テレサが邪魔くせえ。よしで右、よっしゃ来た、ここ難しいぞこのファイヤー抜けは。で、やった来た時間ポイントゲッテ。あ、ここは左向いていいんだね。それじゃあ次の土管に進んでいきましょう。でここはどんな感じなんだろうね。ここも左向くなんでしょう、絶対そうだよね。左向いていい？あ、あれ？左向いていいよ。こんな楽勝じゃね、ほら。やったやった、左。ダメやったね。いや、てっきりこの場面で左向いても恋にならんかったからさ。左向いていけると思ったんだけどな。そう簡単にはやらせてくれないか。じゃあ次はこの穴にどんどん入っていけっていう感じだろうね。じゃあ早く行きます。左向かないようにもう常にダッシュしてこの穴に入る、それが正解なんじゃないかな。この日が通り過ぎた後、右に進むね。ここは簡単だね。よし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 、で全部の日が通り過ぎた後、まずいまずいぞ、テレサが来てる、早く日を通り過ぎてくれ。こっから右にダッシュ、来たー。え、ゴールって書いてない、これ何。熱い熱いよ、ここでキノコは熱いんじゃないの。なるほど、待って、左を向かないでこのカッターを倒せってこと、全然熱くねえ。いや、これ難しいね。こっち狭いんだよね、このなんていうの。あ、わかった、ここにいれば安全なんだよ。バーがあるからさ、バーがあるところにいれば、ほら襲ってこれないし、襲ってこれるか、うん、ちょっと待って、親クッパ邪魔しないでそれじゃあこれでゴールでしょきっと。まだおるんか、どうしよう、どうすればいいのここは。ちょっとよく見ておかないと無理だね。ちょっと一旦火を変わ、いや下に行って、ここら辺でキノコが出てくるんでしょ。ここにおれば無敵なんじゃないの。いや、そういうわけにもいかないってか、クリボンが邪魔くせ。よし、とりあえず一匹倒した。なるほど、これでもういけるってか。頼む、ゴールであって、どうなんだ。やった、来た、これ左向いたらどうなるか気になるよね。ちょっと向いてみていい
敵が落ちてくると思いましたけど、何もなかったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、スーパーソニックスペースステーションということで、ソニックって言ったらあのめちゃくちゃ足が速いキャラクターだとは思うんですけど、そのコースをどうやってイメージして作られたものなんでしょうか。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.12%。 多分ね、何かに押されて速くなるか、スター状態で進んでいく、どっちかだと思うんだよね。なるほど、スター状態で今回は行くっていう感じか。そしてこの、分かったよ、つららを壊しながらあの先に進むっていう感じだね。いやー面白いね、このコースも。よしよし、いやこれは分かんないでしょこっからだね、こっから一旦戻ってブラパに乗って右に進む、そしてこのつららを壊せっていう感じか。さあここのパレに乗って右次はどうするの、このつららを壊せばいいの、そして乗ってビヨーやったね、これつらら多すぎだろこれ。大丈夫、スター間に合う、スターギリギリ、よっしゃギリギリで、ここでビヨンドビヨンで左下のスターを取れっていう感じか。そしてどうする、なるほど、この右のつららを壊してどうするの、このパックに乗ってパック、やべ、スターがね、うわっくそそれじゃあセルフスターでいきますか。先にさ、このスターを取るんじゃないで、右側のこのつらら壊してスターを取ってみようか。これが正解なんじゃないの。あ、待っていや、どっちでもいいのか。ここでブラックパックに乗っていく、そして右にダッシュして土管に入る、ただ間に合って、よっしゃ、マジでギリギリだね、これで。なるほど、次で中間か、こっからまだ進んでいけと。いや、これ取っちゃおうやんか。まあまあ中間からだからね、こっから進んでいきますか。で、ここで次はどうするんだろう。このつららをかわしてこっからジャンプしろっていう感じ、こんな感じかな。あ、分かったよ、左のつららも壊しておかなきゃいけないんだね。なんでここは一旦さ、左のつららを壊して右に行ってここで登ると、そういう感じだね。そして右下、このスターを取っていきますか。ここは下に登ってビヨンでしょ。どっちに行けばいいのこれ、左か、きっと回転オッケーを矢印かなんかね。でここで乗って、うわー、右上のあそこスターだね、きっと。これめっちゃスピード感いるね、ちんたらしてたらね、まして間に合わないんだよね。さあここでブラパン乗ってこのスターを取る、それでいける、よっしゃ。次どうすればいいの、次が分かんないんだって。もうなんとなくでいけてるけど、こっちで合ってんですか。よしよし、何壊してんの、どうすればいいんだってこれはこっからどうするかなんだよね、あのつらら地帯がマジでわかんないんだよね、これ壊してしまうよね。あ、なるほど、こういう風に行けっていう感じか。あ、こっちで受かったのかな、左もつたあったよね、ここで。あ、これはゴールなんじゃないですか、ありがとうございますさっきの左上の場所めちゃくちゃ気になるな、何だったんだろう。さあここだよね、ここなんかね、ツタがあるんだよね、この上だ、10コインがあるだけかよあ、でもなんか下あるよ、こっちなんか新しいルートがあるみたいな。はだー、この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。